どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、静岡県掛川市にありますラーメン若虎さんに来ております。はい、こちらですね、こってりラーメンが、人気の、お店でして、さまざまなラーメンがあるんですけども、今回ですねこちらの、激辛チャレンジメニューに挑戦していきたいかなと思います。そちらがですね、新地獄タンタンという言われるメニューで、汁なしのタンタンになるんですけども、これをねなんか完食すると、特典サービスが受けるということで、今日もねちょっとチャレンジメニューですから、ちょっと熾烈な戦いになるかなと思います。はい、非常に楽しみです。それでは行った人の感想を見ていきましょう。今日は掛川市にあるこだわりラーメン若虎さんへ来ました。かなり混雑してますよ。注文は辛味噌ネギラーメン740円、麺の硬さはバリカタにしましたとこういうツイートが上がってますけれども、それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、こちらね話を聞きますと、一応ね、激辛ラーメン屋さんではありませんけれども、こちら一番人気がこってりラーメンですね。こちらにありますこってりラーメンが、美味しくて一番人気だよということで、で今回はですね激辛担々麺とか激辛味噌ラーメン、こちらの方も辛さレベルが選べるんですけども、一応チャレンジメインになっているのはこちらの新地獄激辛担々ということで、これ汁なし担々と、完食すると無料のプラス、ラーメン半額券にウーロン茶、はい、これは大盤振る舞いでございます。これ楽しみです。これなんと使っている唐辛子、さまざまな唐辛子を多いんですけれども、ハバネロとトリニダッドスコーピオン、そしてカイエンペッパー、特製ラー油と、あとオーホットというね生唐辛子、はい、こちらの方も使っているところでね、もうどんだけこうたくさんの種類の唐辛子がもうこの中に入っているところでね、これはもうとんでもない激辛メニューです。はい、じゃあちょっと楽しみです。ありがとうございます。おー来た、うわすごい、うわー激辛タンタン新地獄、うわーすごいな、うわこれえぐいな、匂いがすごいな。今気づいたんですけど、これねごめんなさい、10分以内に完食すると無料ということで、はい、ごめんなさい全然忘れてない、これ10分以内、はい、うわーこれかなりの難易度ですね。はい、じゃあお願いします。はい、よーいスタート。いただきます。さあ新地獄タンタン、お手並み拝見ですよということで、カミカミだなおいと、これでじゃあ10分ですからね、楽しみです。じゃあちょっとそそくさ食べましょう。いただきます。すごい、
然飲み込めない。ダメだ。ああ、これは無理だ。ああ、これはダメ。全然進まなかった。じゃあちょっと。いや、あともうちょっとだったね。はい。もうちょっと時間があれば多分行ったんやね。いやどうだろう。どうですかね。15分で行けるか行けないかぐらいじゃないですか。10分はきつくないですね。そんな暑さがないからさ。そうですね、うん、でも最速タイムなんか4分ぐらいとかですか。うん、あ、そうです。4分30秒ぐらいで食べきっちゃった人。その人は何者なんですか。いや、わかんない。男性ですか。チャレンジは失敗しましたけど、あとちょっとなんでせっかくだったので全部食べてこれを全うしたいかなと思う。すごいこれね、すごい、ね、この具材ではこのネギもう、あとねネギとひき肉と輪切りの唐辛子しかないですけどね、全然噛み切れなかった、飲み込めなかった。じゃあラストね、いきます。
ごちそうさまでした。それではカーサレブの発表していきましょう。ラーメン若虎さんの新地獄激辛担々カーサレブル、じゃらんじゃらん、 8.5 です。はい、いやーマジで辛かった。うわーマジでお腹がもう熱くなってきた、うん、あの一応ねこれ食べる前に注意書きがありますけども、これねあの結構挑戦した方が食べてる途中で、体調を崩すとか、そういう事例があるんで、挑戦するときはね、ヨーグルトとか牛乳飲んで、胃をねこの体の香辛料から身を守って、挑戦することをおすすめします。はい、ろれつが回らないです。もう辛い、辛かった、口の中熱い、辛い、痛い、顔も痛い、そして、ね、お腹もどん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 、熱くなってきました。これねマジで危険だ、辛かった。参りました。はい、ということで今回ね新地獄担々紹介しましたけれども、それ以外に全然辛くないメニューもありますので、ぜひ静岡掛川に来たら、ラーメン若虎で激辛チャレンジ、それともねあのコテリラーメン、楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、激辛ブログ等々更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またバイバイ。